ボイスボックス、積んだもんなのだ。よろしくお願いしますなのだ。動画にストーリーがないので、どこからでも自由に、気楽に見れるのだ。でも最初から見るのを、おすすめするのだ。うさぎさんから、少しだけ、お願い事があるのだ。始まり始まり、なのだ。うさぎさんと毒ガスで有名な、大久野島なのだ。大久野島は、定住している人がいない、無人島なのだ。大久野島は、国有地なのだ。大久野島は、国立公園なのだ。いろんな法律が絡んでいるのだ。大久野島の闇の部分を、簡単に説明するのだ。大久野島は地図から消されたことがあるのだ。大久野島では第二次世界大戦の時に毒ガスを作っていたのだ。毒ガスは条約で禁止されていたのだ。だから秘密にして作っていたのだ。国家による軍事機密だったのだ。毒ガスを作る人たちは破格の待遇で募集されたのだ。でも働く環境は劣悪だったのだ。だから犠牲になって倒れたり、んでいく人もいたのだ。戦争が終わってからも犠牲者は出続けていて今も続いているのだ。大久野島では毎年慰霊の式典が行われるのだ。そういう悲しい歴史があるのが大久野島なのだ。毒ガスの汚染の影響で今も水は本土から買っているのだ。その水は給水船という船で運ばれてくるのだ。大久野島にはウサギさんがたくさん生息しているのだ。でも今いるウサギさんたちは毒ガスのことを知らないのだ。毒ガスの時代もウサギさんはいたけどつながりはないのだ。毒ガス時代のウサギさんは戦後に処分されたのだ。大久野島の闇はこれで終わるのだ。ここからは光の部分であるウサギさんなのだ。光の部分といっても期待してはいけないのだ。今いる大久野島のウサギさんは捨てられたウサギさんなのだ。そうして野生化して繁殖したのだ。ウサギさんは人間に頼らないと生きていくのが難しいのだ。ウサギさんたちや動物たちからお願いなのだ。自分勝手なことはやめてほしいのだ。投稿されてる動画にはデタラメが多いのだ。信じていたら大変なことになるのだ。ウサギさんの餌に関してもウサギさんのことを知らないのに好き勝手言っているのだ。有名なインフルエンサーたちもデタラメばかり言っているのだ。よく調べないとダメなのだ。まずはちゃんとお願いを聞いて守ってほしいのだ。ウサギさんは可愛いけど触ってはいけないのだ。ウサギさんは野生だから病気を持っているかもしれないのだ。ウサギさんを捕まえたらいけないのだ。ウサギさんを抱っこしてはいけないのだ。ウサギさんは天敵に捕まったと思ってしまうのだ。だから暴れて必死で逃げようとするのだ。そしてウサギさんを落として骨折させてしまうのだ。そしたらウサギさんは仲間外れにされるのだ。ご飯を食べようとしても邪魔されてしまうのだ。そうしてウサギさんはすぐに死んでしまうのだ。ウサギさんの巣穴の前に餌を置いてはいけないのだ。もちろん巣穴の中に餌を入れてはいけないのだ。
天敵にウサギさんの巣穴を教えることになるのだ。巣穴にはコウサギさんがいるかもしれないのだ。ウサギさんは天敵に食べられてしまうのだ。ウサギさんが後で食べるだろうと思ってはいけないのだ。必要以上に餌はいらないのだ。餌をばらまいたらいけないのだ。そのままにして次に行ってはいけないのだ。餌を置いておくと天敵が喜んでしまうのだ。天敵に餌をあげるのと同じなのだ。ウサギさんをロスのと同じなのだ。ウサギさんが食べきれるだけあげるのだ。ウサギさんが食べ終わるまでそばにいて見守ってほしいのだ。食べ残したら全部回収するのだ。ウサギさんにお菓子やパンなど人間用の食べ物を与えてはいけないのだ。野菜も糖分や水分など成分をよく見ないとダメなのだ。ネギや玉ねぎなどは毒なのだ。ウサギさんが産んでしまうのだ。ウサギさんの天敵は多くの島にたくさんいるのだ。カラスやトンビ、ネズミやイノシシ、ヘビなどのほか、たくさんの天敵がいるのだ。決してウサギの楽園ではないのだ。多くの島には川がないのだ。だから水は貴重なのだ。ウサギだけじゃなく、いろんな動物たちの命をつなぐ水なのだ。その水はボランティアで入れているのだ。水入れの水は水道水なのだ。ミネラルウォーターはカルシウムが多いのでダメなのだ。水入れの水を捨ててはいけないのだ。餌を水につけたらダメなのだ。ウサギさんなどが水も飲めないし、餌も食べられないのだ。ウサギさんの口元に手をやってはいけないのだ。ウサギさんは目があまり見えず、噛まれるかもしれないのだ。ウサギさんの歯は鋭いのだ。小さな子供なら指を噛み切られるかもしれないのだ。野生だから文句言えないのだ。保護者が、なのだ。ウサギさんを追いかけ回したらいけないのだ。ウサギさんを叩いたりしてはいけないのだ。ウサギさんに物を投げてはいけないのだ。ウサギさんの巣穴を壊してはいけないのだ。ウサギさんをいじめてはいけないのだ。こんなことをされれば、ウサギさんはストレスで産んでしまうのだ。道路や道路脇、玄関前でウサギさんと触れ合ってはいけないのだ。ウサギさんも危ないのだ。夏に金属製のグレーチングや日向では餌をあげてはいけないのだ。ウサギさんも暑くて困っているのだ。ウサギさんが金属製のグレーチングで火傷してしまうのだ。寒い時には暖かいところで餌をあげてほしいのだ。場所を考えてほしいのだ。自転車は外周路、島一周コースを時計回りに走るのだ。自転車で速く走ると危ないのだ。下り坂では自転車から降りるのだ。立ち入り禁止区域に入ってはいけないのだ。展望台へは自転車では行けないのだ。いつでも止まれる、ゆっくりしたスピードで自転車を運転するのだ。ウサギさんは小さいので、よく足元を確認しないといけないのだ。確認しないと、ウサギさんを踏んづけるかもしれないのだ。ペットや動物を連れてきたり、捨てたりしてはいけないのだ。もちろん、
ウサギさんを連れ出してはいけないのだ。餌が余ったら持ち帰らないといけないのだ。食べ残した餌もそのまま残してはいけないのだ。ゴミをポイ捨てしてはいけないのだ。タバコなんてもってのほかなのだ。火がついてるかもしれないのだ。大久野島に消防はいないのだ。ナイロン袋が頭にかぶってしまってパニックになったウサギさんがたくさんいるのだ。釣り餌や釣り針、テグスや釣った魚などを捨ててはいけないのだ。釣り竿を捨ててはいけないのだ。動物たちはテグスなどが絡まって産んでしまうのだ。釣り針が刺さって苦しんでるウサギさんもいたのだ。ゴミは持って帰るのだ。ドローンを飛ばすときには許可を取らなければいけないのだ。ドローンが飛んでよい場所も決まっているのだ。大久野島の地上でドローンが飛んでいるのはおかしいのだ。ドローンを操縦する場所も決まっているのだ。大久野島で自動車の運転はできないのだ。業者以外は運転許可されないのだ。大久野島での運転方法も指定されているのだ。大久野島はウサギさんや動物たちのお家なのだ。そっと見守ってほしいのだ。お願いなのだ。お願いを聞いてくれないのなら来ない方がいいのだ。勝手なことをする人間のせいでウサギさんたちが露されているのだ。ゴミの島にしないでほしいのだ。虐待の島にしないでほしいのだ。保護者はちゃんと監督してほしいのだ。スマホばかり見てる保護者は来なくていいのだ。露さないでくださいといううさぎさんたちの悲痛な叫び声が聞こえるのだ。命がけで一生懸命生きているのだ。ちゃんとお願いを聞いてほしいだけなのだ。